型紙を使って菊の鉢植えを作りましょう。まず花と葉を作っておきます。詳しい作り方の動画がありますので、そちらをご覧ください。まず花のセットを作ります。6輪ずつ同系色の花をまとめておきます。こんな風にセットにしておくと、大勢で作業するときに便利です。コメントの URL から型紙をダウンロードします。まず、黒い線に沿って切り取ります。その上にセットにしておいた花を置きます。色を考えて配置しましょう。並べ方が決まったら、糊で貼っていきます。1から順に少し大きめに糊をつけて貼っていきましょう。これで花ができました。葉っぱを貼る位置が分かりづらいときには、最初に切り取った周りのこの紙を使います。ここに乗せて、7、8、9、10、11、12の順に貼っていきます。葉っぱの大きさや形は微妙に違いますので、参考にして貼ってください。下に広がっていくような感じで貼ります。これで出来上がりでも構いませんが、バランスを見て間に小さな葉っぱを貼っても綺麗です。台紙を使うと比較的簡単に作れます。みんなでたくさん作りましょう。次は植木鉢の作り方です。茶色の折り紙を半分の半分に折って、1センチほど残してもう一度折ります。裏返して端を斜めに折ります。これで植木鉢の形ができました。折り返した部分に糊をつけて、裏側の三角の部分にも糊をつけます。花を置いてみて、位置が決まったら、植木鉢の一番上のところに糊をつけて、花を乗せて、押さえます。菊の鉢植えが出来上がりました。